おはようございます。おはようございます。今回は、ササン朝ペルシャの物語を見ていくぜ。前回までの動画を見ていなかったら、ぜひ見ていってね。前回は、270年から、309年のササン朝ペルシャを見ていったぜ。まあ、相変わらずだがローマ帝国との衝突がメインになってくるな。近くにある大国だからねー。アウレリアヌスやプロブス、カルスといった軍人皇帝を経て、ディオクレティアヌスによってローマは復活。ローマ帝国はここからたくさん問題を抱えていくことになるが、ササン朝ペルシャはどうなっていくのだろうな。ローマ帝国はゲルマン人でしょ？ササン朝ペルシャは遊牧民じゃないかしら。さあ、どうだろうな。なんで聞いたのよ。ということで、今回はチェックポイントとなるシャープール2世からスタートだぜ。予約しておいたペルシャ王、ちゃんと届いてる。ああ、届いているぜ。じゃあ、お披露目だ。309年、貴族たちによって予約されたシャープール2世がペルシャ王になった。当然、生まれていきなりペルシャ王になったシャープール2世が国の統治なんてできるわけない。なので、貴族たちが代わりに統治していたのだな。シャープール2世は16歳になるまで特にやることないので、ここからはタイムスリップだぜ。ヒュイーン。325年、16歳になったシャープール2世は、ちょこちょこペルシャ領に侵入してきたアラブ族に対する遠征を始めることにした。シャープール2世は実際にペルシャ湾を渡って、アラビア半島のカーティフに上陸。ハジャール山脈にいたアラブ族を襲撃したそうだ。というか、しょっぱなアラビア半島の山まで遠征するとか勇気ありすぎでしょ。アラビア東部でアラブ族をボッコボコにした後、アラビア西部に渡ってアラブ族をボッコボコにしていき、アラブ族をアラビア半島の内側へ追いやったそうだ。こうしてアラビア半島におけるアラブ族襲撃を成功させたシャープール2世は、アラビア半島の沿岸部に沿って守備兵を置いていった。さらに、メソポタミア地域にもアラブ族に対する防衛地点を建設していき、対アラブ遠征を進めることに成功したぜ。若くして優秀でしょ。アラブ族に対する遠征が終わると、シャープール2世は東部に歩くシャーの、ササン朝に対して支配権を縮小させた。これまでもクシャーの、ササン朝は、ササン朝ペルシャの支配から反発しようとしていたから影響力をそごうとしたのだな。東部でこういう政策を行ったのは、西側のローマ帝国との戦いに集中させるためだぜ。ここでローマ帝国が出てくるのね。299年に西ビスで結ばれた条約により、ササン朝ペルシャはローマ帝国の優位性を高めてしまった。それまでユーフラテス川がローマとペルシャの国境であったのに対し、さらに東にあるティグリス川が国境になってしまった。そして、それまであったアルメニア王国やイベリア王国への支配権も、ローマ帝国に移ってしまった。ローマ帝国に負けて悔しい、ということで、シャープール2世は299年の条約を消し去りたかったのだな。さらに、シャープール2世が即位する前、投獄されていた兄弟のホルミズドは脱獄してローマ帝国に亡命していたのだな。亡命したホルミズドを助けたのが、ローマ皇帝、コンスタンティヌス一世だぜ。来たー。コンスタンティヌス一世はホルミズドに宮殿を与えて熱く扱ったのだな。ペルシャ王族が、敵であるローマ帝国に気に入られて仲間入りしているなんて許せねー。ということで、シャープール2世にとってはコンスタンティヌス一世はただの敵だったんだぜ。そんなコンスタンティヌス一世が行った大きな政策は、ミラノ勅令だな。それまで迫害を受けていたキリスト教徒だったが、コンスタンティヌス一世によってキリスト教は公認された。これにより、キリスト教は普通に広がることとなったが、それゆえにシャープール2世にとっての敵とみなされることになるぜ。敵であるコンスタンティヌス一世が認めるキリスト教というものが、そのままシャープール2世から見ても敵になるのだな。337年、ローマ皇帝、コンスタンティヌス一世が亡くなると、
シャープール2世はついにローマ戦を開始するぜ。まず、シャープール2世はメソポタミアに進出した後、アルメニア王国を占領することに成功。そこからローマ帝国との戦いをスタートしたぜ。コンスタンティヌス1世は亡くなる前、息子、コンスタンティウス2世に対ペルシャ戦に備えて軍隊を強化するよう命じていたそうだ。なので、シャープール2世がローマ帝国に攻める頃には、すぐに戦える状態になっていたそうだぜ。準備万端ね。ということで、ローマ軍とペルシャ軍による戦いが始まるのだが、詳細はよくわかっていないぜ。9回バトルがあったらしいが、その中で一番大きかったのがシンガラでの戦いだそうだ。344年、シャープール2世は、ローマの防衛要塞であるシンガラに侵攻した。この戦いでは、コンスタンティウス2世がペルシャ軍の基地を襲撃して占領することに成功したそうだが、結果的に、シャープール2世が夜襲してローマ軍を追い出したそうだ。結局、どちらとも大きな損害を受けているので勝敗はなかなかつかなかったそうだぜ。こうして毎年のごとくローマ軍の防衛拠点をペルシャ軍が包囲するという戦いを続けたそうだが、決着がつかないまま続くことになったのだな。350年、いつものようにローマ軍と戦っていたペルシャ軍だが、ササン朝ペルシャの東部では遊牧民が侵入してきていた。その遊牧民というのが、フン族だな。フン族ってことは、後にローマ帝国を荒らしてくるフン族かしら。そうだ、ただペルシャに入ってきた遊牧民はキダーラ族と呼ばれている。一応、キダーラ族もフン族と同じカテゴリーじゃないかとも言われているので、フン族って扱いだろうな。ということで、キダーラ族に対応するためにシャープール2世はローマ軍の包囲を解除した。シャープール2世はコンスタンティウス2世と平和条約を結び、一旦休戦しようぜ、ということで戦いを中断させたのだな。そして、シャープール2世は東部に入ってきたキダーラ族との戦争を開始するぜ。およそ5年にわたる戦いの末、シャープール2世はキダーラ族と同盟を結ぶに至った。シャープール2世は、キダーラ族から騎兵を借りて、ローマ帝国と共に戦う戦士として西側に移動させたのだな。359年、東部の問題も解消し、ローマ軍と戦う準備ができたシャープール2世は、再びメソポタミアに進軍した。シャープール2世は、今まで戦っていた西ビスは防衛が硬すぎるので、別の場所にある要塞を拠点として確保したかったのだな。こうして向かったのが、アルメニア王国の南にあるローマ帝国の、アミダ要塞、という場所だ。シャープール2世はアミダ要塞を速攻で確保しようとしたが、ローマ軍が予想以上に抵抗してきたのでうまくいかなかった。要塞も強そうなので攻撃を仕掛けるか迷っていたところ、ローマ軍の矢がキダーラ族の王子に当たり、王子が死亡したんだぜ。王子を殺されたことに怒りを覚えたキダーラ族の王の復讐のため、ペルシャ軍は突撃することにしたのだな。こうしてペルシャ軍による猛攻の末、アミダ要塞は陥落したぜ。おお、ついに落とせたのね。ああ、結果的には落とせたが、ペルシャ軍の損害は大きかったそうだぜ。予想以上に時間がかかってしまったため、シャープール2世はそのまま冬を越してからローマ戦を開始することになる。360年、春がやってくると、シャープール2世は再びメソポタミア地域への進軍を開始した。ちょこちょこローマ帝国と衝突していたシンガラの要塞を陥落させることに成功し、捕虜はペルシャに持ち帰っていったぜ。シンガラを占領したシャープール2世は、そのまま北にある要塞、ベザブデを陥落させることにも成功。コンスタンティウス2世は、やべえ、ということで、ベザブデを奪還するべく軍を率いて向かったぜ。こうしてコンスタンティウス2世はベザブデ要塞を包囲したのだが、冬が到来したことで大雨などの被害を受けて失敗した。361年、春が来るとコンスタンティウス2世はエデッサに移動したが、ベザブデの包囲戦は諦めたのだな。逆にシャープール2世が動きを見せるまで待機して、ティグリス川を渡ろうとする瞬間を待っていたがシャープール2世は渡らなかった。
そんなこんなお互い待っている時間が過ぎていたのだが、一方のローマ帝国ではガリアで活躍していたユリアヌスが兵士によって皇帝に持ち上げられていた。なぬ？となったコンスタンティウス2世だが、シャープール2世の動きを待っていたので動けなかったのだな。コンスタンティウス2世がもたもたしているうちに、ユリアヌスはコンスタンティウス2世と戦うべく進軍を始めてしまった。こらあかん、となったコンスタンティウス2世は、仕方なくユリアヌスと戦うために西側に向かっていったのだが、途中で病死してしまったぜ。こうしてユリアヌスがそのままローマ皇帝になった。ある程度の戦果を得たシャープール2世は、ユリアヌスに対しては兵を申し出たのだが、ローマの要塞を取られているのでユリアヌスは拒否したぜ。362年、ユリアヌスはペルシャ軍と戦うため、シリアのアンティオキアに移動した。ペルシャとの戦いでは恒例のアンティオキアね。アルメニア王国に物資と補助部隊を要求し、南のアラブ族との同盟を結んだユリアヌスは、早速ユーフラテス川に沿って首都、クテシフォンに向かった。シャープール2世はユリアヌスの進む場所の支配者に焦土作戦を命じたが、ユリアヌスはそれをも突破してクテシフォンに到着したんだぜ。クテシフォンでの戦いで、ローマ軍の死者は約70人、ペルシャ軍の死者は約2500人というローマ側優位の形になった。しかし、食料が乏しくなって病気が蔓延するとユリアヌスは、自分の将校に説得されて撤退することにしたのだな。こうしてティグリス川に沿って撤退しようとしたユリアヌスだが、追ってきたペルシャ騎兵の投げた槍が刺さって死亡。残ったローマ軍の将校たちは将軍、ヨリアヌスをローマ皇帝にして、ヨリアヌスはペルシャと和平を結ぶことにした。これにより、ニシビスやシンガラなどのローマ要塞はササン朝ペルシャに渡り、ローマ帝国によるアルメニア王国支配は放棄された。さらに、30年の休戦も決められて、シャープール2世はローマ帝国に対して優位な結果を残したぜ。ユリアヌス。ということで、ローマ帝国の保護下から抜けて孤独になったアルメニア王国は、シャープール2世の格好の的になったのだな。シャープール2世は早速、ローマからの支援を受けられない状態のアルメニア王国に侵攻。アルメニア王、アルサケス2世は、シャープール2世の攻撃から1年以上耐えていたが、次第に内側から裏切りが続出して限界を迎えた。368年、シャープール2世の和平交渉を受け入れたアルサケス2世は、ササン朝ペルシャの捕虜となって幽閉された。こうしてスッカスカになったアルメニア王国は、ササン朝ペルシャによって占領されてしまったのであった。アルメニア王国は本当不憫ね。命からがらローマ領に逃げていたアルサケス2世の妻子は、アルメニア貴族の支援を受けてアルメニア王国に帰国。アルメニア貴族はアルサケス2世の子、パパスをアルメニア王にして、ペルシャに抵抗したぜ。それを知ったシャープール2世は、どこかに隠れているパパスを探しながらアルメニア王国に侵攻してきたのだな。一方、ローマの東方聖帝、ワレンスは、ヨリアヌスが結んだ条約にのっとりパパスをアルメニア王としては認めなかった。そこで、ローマ将軍を送ってパパスを護衛するように命じたのだな。こうしてローマ軍はパパスを守るためにペルシャ軍とバトルし、勝利していったと言われている。その戦いの最中、条約によってペルシャに渡していたアルメニア領を一部回復していったそうだぜ。最終的に、ササン朝ペルシャでは東部の遊牧民の襲撃を受けたため、シャープール2世はアルメニア侵攻を諦めて撤退。こうしてシャープール2世は東部の遊牧民との戦いを行うが、結局はバクトリアが支配下から抜けていってしまう。そんなこんな、ローマ帝国とササン朝ペルシャの衝突は終了したぜ。遊牧民さすが。379年、シャープール2世は亡くなった。シャープール2世は、309年に生まれてペルシャ王になってから、亡くなるまでの70年間ペルシャ王として君臨した。彼にとっては、生前から屈辱的条約を結ばせてきたローマ帝国が常に敵だったな。やっぱり大国同士は仲良くできないわね。そして、アルメニアではキリスト教が国教化され、
敵であるコンスタンティヌス1世がキリスト教を認めたため、キリスト教に対しては厳しかった。シャープール1世の時代から、ローマ帝国の捕虜がたくさんペルシャ領に入ってきたが、彼らはキリスト教徒なのだな。人が欲しいけれど、入ってくる捕虜はキリスト教徒ばっかり。そんなキリスト教徒に対しては2倍の税金を課し続けており、アルメニア王国を占領した時も国教をゾロアスター教に変えようとしていた。この時代のキリスト教徒は過酷ね。ということで、今回はシャープール2世の時代を見ていったぜ。治世が長いから、なかなかのイベントよね。よく知られているのはローマ帝国とのイベントだけだな。東部の戦いなんて、していたようだ、5年の戦いの末、みたいな感じだしな。ちゃっかりバクトリア失っているし。いよいよ遊牧民がローマ帝国やササン朝ペルシャを蝕んでいく時代ね。そうだな、ローマ帝国も結果としてゲルマン人にボコボコにされるけれど、ササン朝ペルシャも大変だな。ということで、ここからしばらくはまたよくわからん時代に入ると思うぜ。次のチェックポイントは誰かしら？まだわからんが、私が知っているのはカワード1世だ。それまでは多分地味になるかもしれんが、そこら辺はローマ帝国のイベントをプッシュしてみていくぜ。そうよね、あんまりローマ皇帝出てこなくなってきたし。じゃあ、次回からまたシャープール2世以降を見ていくぜ。ようやくローマ帝国も分裂ね。このチャンネルでは、偉人、ローマ帝国、東ローマ帝国、イスラム帝国などの物語を見ていく動画を上げているぜ。よかったらそちらの動画も見ていってね。チャンネル登録やコメント、高評価もよかったらしていただけると嬉しいです。それじゃあ、また別の動画で会いましょう。